ボス単管これは感動。チップ層ってこんなに切れるんだね。はい、どうも皆さんこんにちは。こんにちは。はい、DIY ネットワークのテスでございます。今回ね、こちらを買ってみました。私が調べた限り、ネット通販で一番安いチップ層切断機でございます。はい、こちら高木というメーカーのアースマンブランドのチップ層切断機、家庭用なんですけども、こちらがですね、安いんですよ。このチップ層切断機って、大体1万2000円から、まあ高いので2万5000円ぐらいなんですけども、こちらの切断機、これね、アマゾンで8610円、安っ、楽天で7862円に、ヨドバシカメラで8910円でした、トップクラスに安いんですよ。だけど驚くことだから、こちらの切断機、日本メーカーです。なんかね、あの安いメーカーって言ったら、なんかこう海外とか、まあ、大陸製のものを想像しちゃうんですけども、ね、こちらはですね、株式会社高木さん、こちらはですね、新潟県三条市のメーカーでございます。お、日本メーカー、これずっとね興味あったんですよ。今回やっと買ってみたんで、ね、今回これのテストをしてみたいと思います。イエーイ。こちらがですね、切断砥石じゃなくてチップ層で切るタイプなので、あの切断砥石みたいに焼けたり、こうバリがあんまり出ないらしいんです。回転数が4200回で、消費電力が 650W で、切断の角度が45度まで、付属のチップ層が鉄と線です用。そして最大切断の寸法、こちらはね、丸パイプが 4×6、 これ単管ですね、いわゆる単管が切れて、角パイプが40角で、アングルが50-50が切れるということです。さあ開けてみましょう。単管切れるっていうのはね、うちすごい重要な条件なんですよ。あれをこうなんか、まっすぐもそうなんですけども、斜めね、そう、角度をつけて切りたい、ね、今までこうサンダーで頑張ったんですけども、やっぱりね、欲しくなっちゃいました。というわけで、出まーす。お、じゃん、じゃじゃーん、バーン、バーン。まず、説明書、説明書がね、日本メーカーだと説明書がないんですよ、ありがたい。そしてこの付属品がね、こちらですね、取り付け用のスパナ、そしてブラシが2個付属してまして、あと六角レンチ、うん、いや、いいね、やっぱり、うん、海外の見るといろんな言葉で書いてあって、そう、実は説明書そんなに大きくないんだけどさ、分厚いんだよね。そもそもこの説明の部分の写真が見えなかったりとかね、うん、するんですけども、これも本当に一通りちゃんと書いてくれてます。よし、じゃあとりあえず行ってみましょうか。あ、軽い、ペペーン、コンパクトです。あのこちらすごい小さいやつなんですよ。で、あの、あくまでもこれ箱にも書いてあるんですけども、あくまで家庭用で、あの事業用っていうか、のプロの重作業には向かないという、これも最初から書いております、うん。はい、まずこちら重量が 4.5kg、うん、全然軽いです。あの他の高速カッターとかに比べても全然軽いで、あとすごいコンパクトですよね。これ今下がってる状態でストッパーがかかってるんですけども、これがストッパーですね。これを解除すると上がる。分かった。で、こちらの押さえのロックがこうやってねり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 動かすんですけども、こちら上げるとワンタッチ広げて、またパンと閉めて、で、最後ギュッと閉める形で、これがね、非常に使いやすい感じですね。そしてコード、はい、重要なコードの長さ、こちらが、見て、こんな感じ、2メートル、2メートルの長さだから、もう1メートルちょっと欲しいところですけど、まあ、普通のサイズにはまあ十分できるんじゃないかなと。角度調整がですね、これちょっと工具いるみたい、これ六角でこれ緩めて、今これ0度なんですけども、これちょっとめんどくせえな、角度調整がちょっとめんどくさいな、これちょっとなんか改良したってことだな。これで調整するとですね、これで最大が45度、うん、ここだけちょっとなんか使いづらい感じがしますね。長いのもこれ当たっちゃうので、長いスパナが使えないし、これまあいいか、これはしょうがない、ここは目をつむろう。はい、では作動音いきますよ。うん、いいじゃん。ちょっと音が甲高い、うん、キーンって感じだよね。あの、うん、キュイーンってサンダーの音よりもちょっと音が、全体的な音量は小さいんですけども、ちょっと甲高い、ガラ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 って、ね、ちょっとガラガラ感、うん、ガラガラガラっと、まあ、とりあえず切ってみましょう。細いパイプ、これをカンカン、パイプ、こちらこれ解除して当てる、うん、でちゃんと締めて、これギュッと締め込んでいきます。うん、で締め込むと、うん、割としっかりして動かない感じです。
これ角度が動いたらどうしようかと思ったけど、うん、これ大丈夫ですね。よっしゃ、切ってみましょう。はい、よし。これ今切ったんですけども、綺麗。本当だ。綺麗だね。うん、全然綺麗。早い、楽。早い、楽。力結構いる？力は全然いらない。じゃあちょっともうちょっと太いやつ。緩めて締めます。これもあちらみませんね。これ前サンダーで切ったやつ、ちょっと斜めに切ったやつけど、こうなんですよね。焼けてバリバリになっちゃう、うん、じゃあいきます、はい、あ、これ結構ねパイプがちょっと潰れるぐらいだから力結構かかりますね。いきます。火花が少ない。確かにね、この機械の音は結構吸引って感高い音がするんですけど、うん、もう切ってる時の感高い音がしない。そしたらこんな感じ、綺麗だね。そうだね、素晴らしい素晴らしい。こちら、こちら、こちらのアングル、はい、切ってみます。固定は ちょっとこれ前に切りかけたやつなんだけど、ちなみにこれアングル工の切り方が、うん、こっちの山型に置く方法とこの L 字に置く方法があるんですけども、うん、これこれが肉厚の薄い場合、締めた時にこの押さえがどうかね、ちょっとこれが、うん、こうなっちゃう、入ってっちゃう、見えるかな、うん、こんな感じに、あ、本当だ、入ってきちゃうんですよ、はい、なので、はい、このアングルの場合はこれを山形にやった方がいいかな。でもこれもちょっと怪しいかな、ちょっとこれ、うん、ちょっとこれこうなっちゃう、うん、これのやっぱこの精度の問題になっちゃうんですけど、ここのガタですね、ここのガタの関係でこの肉厚が薄いアングル、これが 3-30 かな、このアングルの場合はちょっとね危ない危ない危ない。もう一つこれもな、押さえが薄いからこういう切り方もあるんですけども、これもダメだね、これは切れない、うん、こいつは切れないこと分かりました。やりましょう。というわけでボスボス単管、これが切れるかどうか、はい、では単管切りますと思ったんですけど、これこれ自体が軽いから、うん、単管の重さでこれ動いちゃう、うん、これなのでちょっとなんか単管のこの押さえがなかった方がいいかもしれない。よし、じゃあいきます。切れた、お、綺麗、切れました、綺麗綺麗。じゃあここからちょっとね、意地悪な使い方、意地悪、ちょっと早めに力を入れてみます。はい、それでちゃんと切れるかどうか、いきます。はい、もう一回よくしまって、ちょっと感動、感動だね、これは感動。どう自分で切るよりは早い、やっぱり3台より断然早いですし、うん、何しろ綺麗なのこれが、うん、そもそもそんなに熱持ってないから、うん、チップ層ってこんなに切れるんだね。バリも全然少ない。あとね、うん、掃除が楽かも。確かに3段の時すごいじゃん、うん、粉が、これはすごいよ。じゃあ最後に、最後にこちらの斜め切りを、斜め切りちょっとやってみましょう。はい、というわけで、はい、30度、30度カット、結構な角度だよ、これ。ほら、こうなる。おう、こうなって、固定する。固定。ちょっと力がかかるので、固定をしっかりやってもらって。うん。あのですね、うん、これ見えるかな？今こちら、30度にしてたんですけども、これ締めていくとね、これ動いてっちゃう。おっと、締めが足りないってこと？おっと、締めが足りないってこと？そこは締めなくていいってこと？これはどうしたことか。もうちょっと締めてみようか。ちょっと強めに締めて。これうまく締まるかな。意外な盲点だったね。うん、なんとか。なんとか。なんとか動かなかったんですけども、うん、この短いレンチだとちょっときついかもしれない。うん、だから六角の長いやつでちゃんと本締めするか、ちょっとラチェット方式があった方がいいかもしれないですね。そうそう、いきます。感動だね。これを合わせると
こんな感じに。あ、これ溶接すればね。これは切り口が綺麗だから溶接これ楽ちんですね、これ。そっか、素晴らしい。仕上げも楽なんだね。はい、はい、というわけで、うん、実際使ってみました。何の文句もないです。あの切れ味もね、本当にこれすごい綺麗に切れるし、あの、うん、火花が少ないし音が静か。確かに切断砥石よりも断然静かです。これは本当にね、特質に値すると思うんですが、問題としてさっき言ったこのクランプの問題、肉厚の薄いアングルが、これがつかめない、うん、これが一つと、二つ目、こちらの角度決める方のストッパーが、うん、これ M6 で止まってるんですけども、強く締めると動いちゃう。この二つですね。なので、まあ、あのアングルの肉厚なるやつだったら多分大丈夫だと思うことと、これを締めるときはもうできればあの付属の六角レンチよりもちゃんちゃん長いやつ、うん、もしくはラチェットのものを使ってきちんと締めてもらうという、うん、はい、この二つ守ればまあなんとかいいんじゃないですかね。あの実用性としてはもうバッチリです、これ。お、素晴らしいと思います。パワー的にも全然この余裕で切れたので、うん、まあこれで切れなくなったら刃の方がもうダメになってるってことなんです。そしたら刃を交換、うん、ということで、ただのこれ一つ注意点としてこちらに今書いてあるんですけども、あの切断砥石は使用不可だそうです。はい、それはちょっと覚えておいてもらってほしいと思います。はい、だから基本的にはこのチップ層で使ってもらうということで、うん、そんな感じで、よし、これ一つまた道具が増えました。スケットがね、一つこれからね、単管が切れるというのはありがたい。ありがたいね。じゃあというわけで今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。